ご覧の皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。ほんでほんで、今日はですね、進撃の巨人のファイナルシーズン、全部で87話なんですが、これだけだとファイナルシーズンのパート2の12話でしたかな。まあ結構こう、覚えないといけないことがたくさんあって。名前だけでも難しいんだよ、このアニメは。はい。Yes. 前回のエピソードではピクシスみたいなやつではないんだけど、ピクシスみたいなやつ、同じハゲと、マゴト隊長、軍曹、将軍になったのかな、ちょっと覚えてないんだけど、とりあえずあの二人は身を捨て、まあうちらの主人公たち、主人公になったかなあいつら、まあ主人公ですね、を助けることをできたんですけど、果たしてそれでどれぐらい役に立つのか、今後のバトルは全然まだ終わっちゃいない。リベリアと、マーレもどうしようもない、助けられませんと割り切って、それでも頑張るというふうにはなってます。まあマジやばい悲劇ストーリーなんですけど、見ていきましょう。 Let's go。 鳥飛んでおります。あれ、ミカサの視点ですね。でも変わっていないと、元からこうだったのと、変わったんじゃなくて元からこうだ、または、あ、お前らはエルディア人で、だとしたら、まあ今の姿でも、まあ世界を滅ぼそうと思っているエレンでも、そりゃ美点はまだあるでしょうと。これって何、もしも話ですか。あ、違うか。お前らは普通の格好に変えてるだけか。ほんまそれ、ほんまそれ、お前ってこう初めて出るんだな。よかったじゃないですか、一般人として振る舞うことは一回でもあったっていう。これもまた調査兵団の仕事ということで、人類の夜明け、夜明け、夜明けってこう始まりだよね、これ終わりじゃねえのかい今回。夜明けじゃなくてさ、こう夜始まりはなんていうの、黄昏、違うな、なんて言うんだっけ。あ、音大きいんだけど大丈夫かな、当たらへんかな。ありがとうございます。おにゃんこぽんでかしとるやないですか。お前らさ、かなり急いでこっちに来たいんやけど、何日間かかってんだろう。あ、どういう牛なんだよ。やばいやばい。まあまあまあ。田舎もあと、必ずそう。いやいやいや、こいつらやべえ田舎もやな。はずいと。やば。あ、待って。これってもしも話？あ？ああ、これあれじゃ、今じゃねえんだよ。そうだよな、これ過去の話なんだよ。これ回想シーンになってるんかよ。だってリーヴァイ、お前体万全じゃねえかと思った。リーヴァイ、お前大丈夫かって。あ、すられてる。あ、すられた。どう考えてもすられた。どんだけお金持ってんのかい。
何この冷たそう、なんじゃこれ、冷てばい、やばうめえばい、超方言で撮るな。リーバイも食べてえだろ。なんかちょっと怖いんだけど、このピエロ君。食べる。欲しい。リーバイちっちゃいんだもんな。しゃあないもんな。なんだよ、このなんかハッピー。おい。超幸せしょ。幸せそうじゃないですか。でもエレンはな、これを全て崩壊しようとしているな。そっかそっか。主要区の中に入れされてるんだもん。エレンはずっとここ壊そうと思っていたの。あ、バレちゃいましたね、スリッコ。あー、移民は嫌なんだね、かわいそうに。まあ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 、かわいそうすぎるだろう。怖っ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 。何言ってんの、ミルの民。絶対に違うけどな。何拾うのか、坊ちゃんを。リーバイ助けたな。逃げるのね、逃げるのね、窃盗を助けるのじゃ。あー、やりましたねあんたら。そうそう、こんなトラブルに巻き込まれてしまった。まあ子供の命はお前らを助けたんやけど。また財布盗んだな。お小遣いって言うけどさ、かなりパンパンに入ってるように見える。いやー、お、そうなんだ。お前らそんなことを気にしてんだね、今。しかし現代だと、あ、まあかなりやばいよな。これなんかリアルライフにすっきりすぎて、ちょっとそっくりすぎてちょっと嫌なんだよね。いきなり回想シーンが始まって、この段階で保護団体？あ、綺麗な盆栽ありますね、アズマ人。
ていることを表明する。こんなことほんまにあったの？お前らマジでこんな外に出て話した？公開的にないよな。何かの問題があったんちゃうか。こんなことやっていたらエレンはあの侵略をしなかったんだろうな。それとも今回もエレンが裏切りを企んでいたのだろうか。エレンはこいつつけてた。涙出してる。なんか泣いてるぞエレン。一体何を見て泣いたのか。子供のキャンプを見て。ここに住んでるんだよあいつらは。そうだね。なんて言うんだっけ、戦争とかがあってそれで流される人々、悲しいよね。難しい質問聞く。この時のエレンはいろいろまだ心は決まっていなかったようです。ミカサはどう回答？うん。よっちゃん。あ！いいなあおい。トルコとかいる時にさ、必ずお茶とか出してくれるんだよね。すんげえうまいんだよ。なんかリンゴティー、アップルティーとかめっちゃ出してくれてて、すっごい不思議だよ。ほう。え、そんな振る舞うのお前ら。まあ、坊ちゃんを助けたし、ってこと？ありがとう。アルコールじゃな。ここで飲む伝統アルコールってなんだっけ、あのギリシャのさ、こうレコリッシュみたいな味のやつ、ウーゾーだったかな。ウーゾーマジ美味しいんだよね。ウーゾーみんな酔っ払ってるわ。こんな楽しい夜もあったのかな。それでみんな戻ったのか。ああ、違うわ。もっと人は連れ、アルコールとかご飯とか連れてきたんやな。あったたかい夜だったのかな。よかったね。別の文化の人々と会うことができてて。レジンの奴らは。うわバレてしまったな、リーバイに。うわ超吐いてるわ、サーシャ。いつも飲みすぎなんだよ、あんたは。後輩を強いられた。わー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 、島のやつら攻撃せよと。違うところに怒りを逃してるだけや。わお。結局はユミルの民を助ける。そっ
そうなんだ。そういうことか。もう諦めたな、あの時。エレンはもう決めたんやな。それ、その会議を見て。家族ではなく、あなたのこと個人的に好きですって答えたら、どうやろう。エレンって意外とな、こう心がこうなってんだよ。人に開かない。あ、どっからスタートしたか。パパを食ってから。何を犠牲にしてもいいと思ってるんだね。あ、ブロックは聞いてたな、話。隠れて。ほう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 。ブロック。お前最初からこいつを牛耳ってたんだな。これヒストリアか。あんた久しぶりやんね。世界を滅ぼすことですか？結構根回し打ってんな、エレンも。OK。さすがのフロックでもビビったな。マジやばって。それは分かってるね。ヒストリアンって言ってることクソ正論だな。根絶やしだと思ってるか。お前さ、島の生贄になるためだけに生まれる子を産ませ、親子同士それはマジやばいよね。マジやばいから。親を食べないといけないクソみたいな。間違いなくやばい。ヒストリアはそこまで言ったのか。全員の記憶を消そうと思ってる。また話術を使ってるのか。ミカスの話ですか？宿主？ああ、なるほど。よかった。デタラメだった。あ？お前のためなら巨人をひねり殺せるくらい、お前のことが好きなだけだ。そうだよね。でもエレンはなぜかずっと最後まで。そんなにミカさんが重要だったのか、お前の決断に。
私が子供を作るのかと。誰の子供ですか？エレンの子供を作ってんの？うわぁ、自分で腕を切っ、あ、足を切った。やっぱ、ていうかさ、前ってさ、まあいいか。多分巨人ならないと戻ってこない。あいて、ていていていて。死なへんけど足は戻らない。人間の状態だ。ジーズス。すっごい決断するね。全く。この地球上に存在しうる最も巨大な大砲のほぼ全て。一瞬でやられちゃいますね。きっと超大型巨人に。お茶持ってるじゃん。すご。見た？お茶持ってるやつおったぞ。それで地鳴らし止めれんのか？無理やろ。世界の海軍が集めたところで、集まったところで、これは不可能ちゃいますか？あーって言って一斉にパン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 、やったところで、めっちゃミス、あ、え？泳いでるじゃん。泳いでんの？歩いてんちゃうの？あ、まあ、もっと広いもんな、海って。でもね、回復すんねん、こいつら。それが。回復するし、クソ早いわ。ミサイルのように早い。まだ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 、もう遊戯でわかるよね。回避してるってわけじゃないんだけど。止められないわ。熱すぎて一瞬でやられた。世界中の兵力を集めて、この通り一瞬で破られました。パラディ島を舐めるんじゃねえぞっていうことだよね、これって。でけえ、クソでけえ。しかも回復してやる。しゃあ。だってこれ一人も倒せへんよ。その都内に住んでる野郎ども、パラディ都内ね、壁内のやつら一人もこれ倒さなかったからな。もう無理だったな。無理すぎ。しかも鬼早いからな。え？え？おい、え？エレンってこうなってんの？しゃあ、What？ エレンってそうなってんの？まあ同じ苦しみを世界にな。世界中の野郎ども、どういう姿になってんの。ああ、この What the fuck。 あのマジ神様になってんな、あいつ。ジーズス、ピキノコラズって言ってさ、今度は巨人じゃなくて人間の話してんねんけどな。おいしい。まあ、エレン、嫉妬した子、やばいやつ、絶対に
力与えてはならんタイプの人間なんですね。わお。皆さん、ご視聴ありがとうございました。Holy shit! That's a crazy 展開。That's a crazy 展開。Yeah. Alright. Well, next episode, who knows what's gonna happen? Because エレンの姿、マジであの、なんか背骨モンスターがこう、さらにでかくなった？なんだ？あれ、普通の巨人より何倍もでかいし、超大型巨人より何倍もでかいし、何言ってんだよ、あのクソみたいなでかいクソ、ジャッパー、分かってくれる？こんな気持ちなんだよ。え？しかもなんかこう、めっちゃなんかホラーっていうか、ヘビーメタルみたいなやばさあるよね。どこなんでしょうか。皆さん、ご視聴ありがとうございました。また next time. Goodbye. おきに。